時間になりまましたので始めます旧ジャニーズ事務所が創業者であるジャニー喜多川氏による性加害を認める会見を行ってから先月7日で1年が経ちました今日は被害を訴え続けてきたお三方にお越しいただきました 皆さんから向かって左から長戸浩二さん滋賀康信さん中村和也さんですスマイルアップ社が昨年9月に設置した被害者救済委員会は先月30日に活動状況をまとめた報告書を公表しました999人が被害を申告しうち504人と保証内容で合意したとし 被害者に対する救済手続きを通じて、被害の全容が明らかになっているとの見解を示していますが、保障の基準が明確でないなどの課題も指摘されています。被害を訴えている人への誹謗中傷も後を絶たない状況です。今日お三方から今の思いや、スマイルアップ日本のメディア、社会に求めることなどについてお話しいただきます。また、会場にお越しいただけなかった服部義嗣さんと妻の石井邦子さんからは、 ビデオメッセージを日本儀秋正さんからはお手紙をお寄せいただいておりますので会見の中で紹介していきます申し遅れましたが司会は日本記者クラブ企画委員で東京新聞編集委員の早川幸美が務めますまずは服部さん石井さんからのビデオメッセージをご覧ください1年経ちました 2年目を迎えて、区切りをつけないといけません。長い間、一緒に苦しみを分かち合ってきた仲間たちと話し合おうと思います。まとまる必要がない。それぞれ、一人一人の心を大事にしたいと思う。BBC のクルーたちが、 何度も何度も繰り返し言っていたように、なぜ日本人は、強者による差別的性暴力に対して、核も安易に許しを受け入れてしまうのか。なぜ日本人は、繰り返される性暴力に対して、上級者の特権をかざして、安易な解決を求めようとするのか。 藤島ジューリなぜ心ない対応しかできないのか藤島ジュリーなぜ僕と会って語り合おうとしないのかーー性差別初めてのインタビューに服部が答えて。 具体的にどういうことがあったかってことをビニーりサイにいり話したときにびっくりしちゃったねあの想像していた以上に気持ち悪くってそんなことやるのかっていうぐらいの吐き気がしてでそれ以来もうなんか考えると胸が痛くなって吐き気がして気持ち悪くって 笑えなくて、息が浅くなって、一年経ってやっと普通に息ができるようになって、うん。そんなこと、このまま永遠に会わない日なのかしらね。うちの被害は、 ジャニーズ事務所ができる前の話だからどうやって決着をつけていくのかっていう方向性だけでも見せてほしい。何の連絡もないんじゃ弁護士を通してじゃ話し合いにならないでしょ。お金の前、お金はお金を請求してはいないですよ。でもその前にやることがあるでしょジャニーから あなたは権力とお金をもらって心はないんですか心が痛まないんですよ何とかしてほしいどうにかしてほしい終わりにしたいです早くお願いします きましてご登壇いただいているお三方に発言をいただくとと,ともに、手紙を読み上げていただきますすままず滋賀さんお願いします、はいしは、えー、旧ジャニーズ性加害問題、被害者当事者との側として、えー、意見を言わ,せ言,言,わ言わせていただける、このような機会をいただきまして、またお集まりいただきまして、皆様、誠にありがとうございます。 すでに事実,事実認定されている旧ジャニーズ性加害問題の風化の一途をたどっていると感じております。この世界的児童性加害大事件の風化はさせない。私と同じ思い、経験をさせてはならない。未来ある子どもたちを守るために、 私たちは声を上げ続けます各スポンサー企業の皆様、各メディアの皆様、各関係者様、日本の人権、児童の性加害、この社会問題をこのまま 本当に終わらせていい問題なのでしょうか。旧ジャニーズ性加害問題の解決には、まだほど遠いため、あえて、保証を受け取らない被害者の方々もおります。この問題の重要性、人権意識を世界基準まで 達成できること、弱き者が救われる社会になるためには、海外訴訟も含め、すべての可能性を検討していくことに変わりはございません。旧ジャニーズ現スマイルアップ社は、昨年の2023年10月2日、 二回目の記者会見以降、なぜ記者会見を行わないのか。状況が決まり次第、適時記者会見を行うと言ってたじゃないですか。なぜなんです。どうしてですか。何の説明のないまま、 本当にこれで良いのでしょうか会社の実態が不透明なまま許されることなんでしょうかあまりにも不誠実ではありませんか私には何の権力や 権限はございませんが、被害者の一人,人,人として、意見できればと思っております。国連ビジネスと人権作業部会のご指摘に基づきまして、指摘,指摘事項の一つ、救済、被害者ニーズを満たすには程遠い、 保証しましたで、本当に終わりで良いのでしょうか。個人情報理由に、保証基準が不透明でブラックボックス化されておりませんか。申請者の多くは、算定基準を明確にしてほしいという声を聞いております。 申請者の連絡が取れない方に対して、どのような方法、どのような連絡方法で、どの程度の頻度で、期間はいつまで、などの収支通達は、通知は、どのようにされているんでしょうか。そんな簡単な問題ではないと思います。 スマイルアップ社の設置した被害者救済委員会の対応の実態について、被害者から私くしのできる限りで、面談者から様々な意見を受けておりますが、相談内容やその訴えには、面談後、精神的な症状が悪化した、 次々に質問追及されて、まるで尋問を受けているようで、威圧的で怖かった。次々に質問追及されて、辛かったと。面談に耐えられるか不安。精神的苦痛と不安など。 様々な相談を私個人的には受けております。繰り返しになり、にはなりますが、私には何の権限や権利はございません。面談前、面談中、面談後の精神科医、精神科の医師やカウンセラーによる心理的負担の軽減やフォロー、 権利の主張が困難な方に対する代弁や用語等の配置、また被害者が申請しやすい環境づくりを本当にされているのでしょうか。相談者の声を聞く限り、とても中立、公正性があるとは思えてなりません。 被害者の人権は本当に守られているんでしょうか私には疑問があります。ジュリー氏、東山氏、被害者一人一人の声を本当に聞いておりますかジュリー氏や東山氏が 面談時にはいなかった方がほとんどだと、ほとんどで,ではありませんか被害者に寄り添い、一生かけて命を削る覚悟でしたよね。 あの言葉は嘘だったんですか被害者への具体的な誹謗中傷対策はございますかただホームページのみの記載にはなっておりませんか私も含めですが、かなりの数の誹謗中傷が今はなお続き、 被害者たちは、その対応に追われ、心的負担が大きく、さらに心を痛めております。再発防止策の具体的提示はあるのでしょうか。全容解明がなければ、再発防止策はできないのではないでしょうか。 このままでは必ず再発すると私は考えております。過去の告発や民事裁判、数々の告白本があるにもかかわらず、なぜ被害を止めることができなかったのか。申請者だけで千人。私は 健在化していない人はもっといると思います。千人近い人がなぜ長きにわたり周囲に言えなかったのか。被害者がどれだけの傷を負うことになったのか。国連からの指摘事項、二つ目です。 日本には人権に配慮した構造的課題があると指摘がありました。世界120か国が独立した人権機関を設置しておりますが、日本にはないため、独立人権機関、申請窓口、状況によっては強制捜査、是正勧告の設置が急がれ,急がれるのではないでしょうか。 各権利、不安クラブの運営、持ち株、役員、まだまだ問題視されることはございますが、時間の都合上、最後に、ジャニー以外の2名の性加会社について、赤坂署はなぜ動かえないのでしょうか。 被害届が出ていないから放置。捜査要望の署名に1万3年三千人以上の捜査要望があるにもかかわらず、スマイルアップ社はなぜ情報提供しないのですか。会社を懲戒解雇。 当然ですしかし、犯罪者なんです。普通に考えてもおかしくないでしょうか。弱き者の訴えに耳を傾け、救われる社会、そうあってほしいと私は思います。 私からは以上となります続きまして日本儀秋政さんの手紙の方を私の方から代読させていただきます日本の皆様ご無沙汰しております日本儀秋政です私はアイルランドに移住してから日本の情報に触れる機会がほとんどなくなってしまいました旧ジャニーズ性加害問題に関する情報は当事者の仲間たちから耳にしている程度ですが 風化のをたどっててていいいるとと聞いていますすも残念な気持ちですスマイルアップ社には1000人以上の被害を訴えている方々が出てきた今、その方々にも協力を要請して、なぜ半世紀近くもの間、ジャニー喜多川氏による加害行為が放置され続けてしまったのか、改めて調査を行うことを求めます。さらに、当時の役員にも協力を求めるなどして、調査の規模を拡大することも可能なのではないでしょうか。 救済委員会のヒアリングをもってして、全容解明が行われたと判断するのではなく、再発防止特別チームのような専門家による調査と見解を求めます。他に潜在的な被害者はいないのか、これまで窓口に申請した人数がすべてなのか、まだ被害を訴えることができない方々がいるなどとすれば、どうすればより被害を訴えやすい環境にできるのか。 保障の対象外とされた人たちの中に、実際の被害者は本当にいないのかなど、今後も窓口の改善に努めていただけるように要請いたします。私たち当事者は、スマイルアップ社には、誹謗中傷対策をもっと徹底的にやってほしかったと感じております。誹謗中傷がなければ、仲間たちがここまで傷つくこともなかったと思います。いまだにジャニー喜多川氏による性加害行為はなかったと信じている支持者の方々がいらっしゃるようです。 自らの優越的な知位を利用して、未成年に対する性虐待を行うことがなぜ悪いことなのか、創業者による加害行為を組織として追及できなかった落ち度は何だったのかなど、一社会企業としてフォロワーの方々にもしっかりと事実を伝えて、啓発を行っていただきたいです。特に未成年のフォロワーの方々もたくさんいらっしゃると思いますので、非常に重要だと感じます。それに再発防止策もまだ明確にされていません。 保証金さえ払えば終わりとするのではなく、全容解明をした上で再発防止策を打ち出し、二度と同じことが起こらないように求めます。全容解明と再発防止策はセットであると考えております。全容解明なくして、健康な再発防止策を打ち出すことはできません。実効性のある再発防止策が打ち立てられなければ、真の意味での被害者救済にはつながらないと思います。 私は被害者の一人として、スマイルアップ社には被害者が一人も取り残されることがないように、最後の一人に至るまで、保障と精神的なケアやサポートを提供していただきたいと思っております。心のケアの相談窓口に関しては、現在何名が利用しているのか、スマイルアップ社は公表していませんが、被害の申請人数と比較すると、利用者はかなり少ないと耳にしております。 こちらが利用されない理由として何が障壁になっているのかは同様に考慮されるべきだと思います。より多くの方々が治療にアクセスできるようにオープンな環境を整えていただけるように要請いたします。お手紙は以上です。続いて長戸さんよろしくお願いいたします。はい、すみません長戸浩二です。えっ、ー、とまずはお足元が悪い中。 お集まままりりいいただきましてありがとうございますと僕たちみたいなあの被害者が声を上げる人がいなくなったらもうこれは本当に風化の一途をたどると思って本日こういう場をいただきましたこれから僕たちみたいな被害者が出ないように声を上げ続けていかないとと思っておりますこのまま放置すると僕たちの声は 将来の皆さんのお子さんの声にもなり得るんですその前に阻止できる日本にしていきたい私が、まあ、あのスマイルアップ者に求めることは3つあります、まあ、二度と性被害が起こらないよう人権デュデリデンスのような採用をしていただきたいと監視ですねはいで二スマイルアップ者には まあ短くてもいいんで、定期的に会見をして、終わりにしないでいただきたい。で3、三保証に関わらず、保証金にかかわらず、被害者の心のメンテナンス、私たちの言葉をどうか聞いてください。私たちを無視しないでください。お金ではないんです。保証金をもらったからといって、 心は言えたかというと、言全くもってノーです。僕はいつも元気を装ってあんな経験をしたことは自分は一生幸せになれないとなんていうんですかね夢の中から自分を見てると言いますか肌から自分を見てるような感覚をずっと経験しております。 被害者それ,ぞれそれを放置して幕引きなんて絶対にさせてはいけないと思いますまだまだ家族のことを気にして申告しようか迷っている人はいっぱいいると思いますどうか長い目で待っていただきたい亡くなられた仲間は二度と戻ってきません もっと早くひび誹謗中傷対策をしていればこんなことにはなりませんでした人の命がなくなってるんです住まいラプ社の責任は大きいと思いますそれに誹謗中傷対策ができていれば日本義んも日本義秋政も日本で暮らせていました わざわざ海外に引っ越すこともなかったと思いますどうか僕らの被害者の言葉を聞いてくださいスマイルアップ社も対応はしていると思いますもちろんただ批判したいわけではないです僕らもただこれからの会社 としてこれからの子どもたちへの対応僕は十数年とこの業界に携わってきましたがおそらく並大抵なことでは変わらないと思いますだからこそ僕たちが声をずっと上げ続けないといけないと思ってます世間的にはおそらくもう飽きたとか これすらまだ言うてんのかとかそういうふうに言われると思いますそういう風習が日本をだめにしているだめなことはだめだから声を上げる僕たちはこれを続けていきたいと思います一人一人が意思を持ってだめなことはだめだと言っていける 日本になってほしいです5年後10年後また同じようなことがあったときに悔いの残らない行動をしておきたいそう思い微力ながらこうやって声を上げさせていただいております私からは以上ですすみませんありがとうございますそれでは中村さんお願いいたします、はい 皆様お集まままりりいいたただきましたありがとうございます、えー、改めて1年を振り返り私の告白のきっかけは若き勇気ある行動に触発されこれだけ若い世代まで繰り返されてきたんだと衝撃的な印象でした自分自身にこれ以上嘘をついて生きていきたくないこれから育っていく子どもたちに同じ被害を受けてほしくない 若者が声を,上げない声を上げないと変わらない世の中になってしまったんだとそう感じました藤島ジュリー景子氏の「知らなかった」から始まり心のケア相談窓口というものが立ち上がりその中では担当者は名も名乗らず旧ジャニーズ事務所から独立した機関なのか 疑問が残りながらまもなく旧ジャニーズ事務所が用意した第三者委員会ができ当初 <laughs> 期限も決めずやる気があるのかがとても印象的でした国連人権理事会作業部会の調査対象になり慌てるかのようにわずか3か月関係者被害者を含め 四十一人と少ない期間人数でジャニー北川氏の性加害事実認定と報告、これで到底全容解明はされたと思っておりませんが、スマイルアップは全容解明はされているとしております。服部さんの告白を含め七十年と長い歴史がありながら、この期間人数の聞き取りだけで。 全容解明とするのは無理があると思います副社長であった白瀬氏は初期の頃から広報担当として携わっており東山氏も記者会見で白瀬さんも説明責任があると話をされておりました全容解明にはほど遠くその結果被害者が声を上げたのがまるで悪であるような風潮 誹謗中傷のののもとなり、当事者の会での仲間も1人失いました。現、タレントさんにこの問題について発言を強要するつもりはないですがコメントされた方の中には事実に蓋をして正末とご恩空気すら読めない発言であったり横一列決まっているかのような噂程度でしか知らなかった。 最初はしておりますが実質最年長であった発言し一人でも不幸になる人がいればそこは考えなければと意味不明な言葉には違和感を覚えますこの問題は誰もが知っていた周知の事実です旧ジャニーズ事務所での被害申告は約1000人に上り虚偽 保障を行わない方を除い方除ても、500名も名の被害補償、それだけの人数がいるだけれども大事件なのに、政府、警察は動かず、1年経った今では、各メディアもなかったかのような風潮、え事務所内、元スタッフの性加害があったと知りながらも、傍観者である姿勢、新しく名前を変え、継承し、 タレントを目指す子どもたちと接する環境がありながらもそこに企業として人,のし人としての誠実さがあるのか疑問でなりません。こうやって声を上げるまでは性暴力に関して今まで深く考えることはありませんでしたが今では毎日のように聞くニュースであります。性暴力が 社会問題化している現状芸能界に限ることではないので社会的影響力のあるスマイルアップがこの問題をプラットフォームとし社会啓発を行っていくことが社会的責任再発防止信用回復につながるのではないかそこに蓋をしてしまってはまた同じことを繰り返すでしょう当事者5人で ワニズアクションというものを立ち上げ、微力ながら社会啓発を行っておりますが、本来であれば、向こうう。がやるべきでしょう5月末に性犯罪被害者の支援環境の整備や、災害復興支援などの社会公的活動を行う一般社団法人、マインドフルを立ち上げておりますが、このマインドフルは機能しているのでしょうか。 1>, 1年たっての現状は、まさに表しているような過去の偉人が、えー、残した言葉があります、えー。最大の悲劇は悪人の暴力ではなく、善人の沈黙であると、これが今置かれている現状そのものだと思います。 最後にスマイルアップホームページより、弊社は被害者、ご家族等に対する心のケアや、ひ誹謗中傷対策についても、引き続き取り組みを継続してまいりますと表記されておりますが、現状、いかがでしょうか、この後、ご遺族からの真実とお話しさせていただければと思います。以上です。えー 高間さんの方からは、えー、メンバーの方のご遺族からの手紙も代読していただけると聞いております。よろしくお願いいたします。はい。お願いします。それでは引き続き、えー、去年の10月12日の朝。 じゃあねバイバイと仕事に向かったきり主人は帰りませんでした子供はそれまでごく一般の一般家庭の子供として育ってきましたどこどこに行きたい何々が欲しい大きくなったら何々になりたいと 小さな頃からたくさんの夢を語ってくれていましたその子どもの願い事がその日以来誰も死にませんように変わってしまいました今年の10月を迎えるのが今でも不安でいっぱいですジャニーズ事務所は被害者に寄り添っているふうに見せかけて 自分たちの保身しか考えていな,いように感じますなぜ海外からしか日本のことを伝えられないのか日本に報道機関はないのか本当におかしいと思います BBC でも東山さんが遺族の方と連絡を取らせてもらっています小さなお子様もいらっしゃるということで と語られていましたが一度もお会いしたこともお話ししたことも謝罪を受けたこともありません小さなお子様ではなく東山さんの娘さんと同世代の主身期の子供です子供の頃につらいことを経験するのは成長の糧になると僕は思っていますといました 話されていましたが子供の頃の性被害で今も苦しんでいる人が多い中辛い経験が成長の糧になるという発言はおかしいと思います救済する立場としてもう少し配慮ある言葉にしていただきたいです 10月13日に一本の連絡から朝方探し歩いて山道で主人を見つけましたお願いしますお願いしますこれからいい子にして何でも言うことを聞きます何でもするので絶対に助けてください生きててくださいお願いします 手を合わせて泣き叫ぶ子どもを見てこのようなつらい経験は成長の糧になると私は思いませんそんな場所で死ぬなこれから好評の季節なのにのたれじんでいい君だと言われてそれを言論の自由だと私は思いませんとにかく 前に進まないといけない思いって毎日必死に過ごしています事務所とはいろんな取り決めがあり事実を言えない悔しさや辛さはありますが私たちは誠実に進んでいきたいと思っていますこれまでどれだけ声を上げても救済されることなく 加害者の都合のいいように言い換えられて、立場の弱い者が潰されてきて、性被害に遭った過去にずっと苦しみ、やっとの思いで告発した主人の気持ちに、本来戦うべきは、加害者のはずなのに、幾重にも問題が目の前に立ちはだかり、道を塞がれるという苦しみにいました。 主人も私たち家族も心ない言動、誹謗中傷等で二次被害に遭ってきましたが少しでも未来の子どもたちが過ごしやすい世の中になるように願っています以上ですありがとうございましたでは皆さんからの質問を受けいたします質問の仕方をご案内します会場で質問のある方は 挙手をお願いします私が指名しますのでお近くのマイクを使ってお名前とご所属どなたへのお尋ねかを明らかにした上で質問してくださいオンライン参加の方はテキストかご自身の声で質問できますご自分の声で直接質問したい方は画面下方にある手のマークのボタンを押してください私が指名しましたらズームのミュートを解除してご発言くださいテキストでの質問は 画面下にある Q&A を押してご所属とお名前質問を続けて記入して送ってください私が代読いたしますではお受けします こんにちはあの3人の方にお尋ねしたいんですけど、まあ、今あの中村さんがおっしゃったことでもあるんですが結局あのデビュー組の中でですねこのように告発してお話になったのは志賀さんだけということでですねであの、まあ、ジャニーズ旧ジャニーズのアイドルさんというのは、まあ、単なるアイドルではなくてやっぱり日本の代表的なアイドルだったスターだった。 スターでである方達だと思うんですねでその方々がこういうふうにいまだに沈黙しておられる、まあ、たとえあのご自分は被害に遭わなかったとしても何か寄り添う言葉をあの発するそうした、まあ、社会的責任というものもあるのではないかとあの、まあ、実際いろんな行政と組んで社会的あの啓発活動もしてきたわけですし。であの その方々についてどう思うかということもあるんですがあのそれだけではなくてですね、逆に言うとそういった人たちが言いにくいっていうそういったものがあの日本の芸能界なり芸能のマスコミなり日本のマスコミなり日本社会の中にあるんじゃないかという気もするんですね。つまりりやっぱり繁栄であると。あのうん そういったことを発言した場合に一体どんなふうな扱いをされるかわからないというそういったものもあるのかなという気もするんですがその辺であの、まあ、そういった方々への思いもあると思うんですがその辺も、まあ、加えましてですね、どのようにこれからあの、まあ、芸能界であるなり、まあ、それを報道するマスコミ 私たちマスコミであるなり、あるいは日本社会が変わっていけばいいかと、こんなことこんなこうふに変わっていったらいいんじゃないかというような何かあの考えがありましたらよろしくお願いいたします。これ志賀さんへのご質問になりますか。お三方へに、はい。じゃあお三方お願いいたします。うん、いいえっ、えー、とまあデビューして メジャーデビューしたことで、告発を私しかまだいない状態ではあることはあるんですが、実際に旧ジャニーズ事務所を退,社した退所した方から、被害に遭っている方々のえ聞き取りは何人かいます。 ただ彼らの、えー、と意見とか意思とか尊重しなければいけないし彼らは何をもって、まあ、恐れているというかその言,ったことに言ったことでまだ芸能界に残っている方ももちろんいらっしゃるのでそれが言うことによってすべてをこう、まあ、理,解の理解がどこまで進んでいるかはちょっと。 ご本人じゃないとわからないんですが、うん、なんかこう、弊害になるんじゃないか、いうことが弊害になるんじゃないかっていう思いが、おそらく根強くあるのではないかというふうに思っております。なので、そのジャニーズ事務所がこれだけ巨大組織になる上で、僕も知りたいのは、 どのような関係で、どのようなスキャンダルが抑えられ込まれていて、私もタレント時代に感じてたことっていうのは、裏方のことは全然わかりません。ただ、えっとタ、タレント自身がすごい力で守られてるっていうことは感じ取ることがありました。なので、そういうところもちょっとしし知りたい部分もあるんですけども。 まあ、自身も退所してからはやはり同じ旧ジャニーズ事務所のタレントの方と共演するようなことはなくまるっきりジャ,ジャンルは別で、えーとまあ、役者という仕事で、まあ、あのやらさせては頂い,いていたんですけど、まあ、自分で道を切り開きながら一時進んでおりましたが、まあ、結局精神的なもので。 あの芸能界を離れる形とはなってしまったんですけども <laughs> まあ辞めた同じジャニーズ事務所にいた先輩とかではえっと別々にお互いが事務所がもう違う事務所にいたので先輩後輩という枠では共演した際はありますけども <laughs> まあその裏というか。 どのような形でそのメディアだったりとかのつながりだったりとかそういったところでこうタレント自身がその芸能界をもう続けていけないんじゃないかっていう思いにこう誘導されてるような感じはあるから言えないのかなっていうところは。 私個人的な意見ですけどもあるかなって思っておりますちょっと答えになってないかもしれないですけどすいません <laughs> とまあデビュー組で声を上げた方は比嘉さんだけということなんですけども 一人そのデビューされてた方で声を上げてもいよと言ってくださってた方がいたんですけどもやはりそのうん今が大事だというところでその方はちょっとこ今回はここには来てないんですけどもそのマスコミの方々にはやはり 報じていただくそのうん声を上げた人が悪いという風習は少なからず少しあると思うんです芸音会は僕はジャニーズ事務所を退象してからボイストレーナーとして裏方ですけども10年ぐらい 裏方でやはりそういうものを目にしてきましたなので表にその声に出すということですね僕はその経験があったので声を上げ続けなければいけないと思ってそうですねマスコミの皆さんにはそういうあの報じづらいことでも報じていただきたいと 思っております、はいえー、デビュー組の方で一人 SN、SNS で発信してくれた方がいましたね、堂本光一さんがあの、インスタでですけど、誹謗中傷に対して啓発を一度行ってくれたことはありましたね。で まあ本当にこういった問題が事実認定とされながら公に出てそれに対してタレントさんがこう口を塞いでるというのは自分は芸能界にいてとかそういうわけではないんでまた事情が違うんですけどまあ大人として情けないなっていうふうに感じますで。まあ、タレントさんが言えない 言いづらいことっていうのがやはりこれってもう根強い問題だと思いますんで上層部の方の権力圧力そういったものでこう言いづらい環境がいまだにあるんではないかなというふうに感じます。でそうですね対策につきましてまあ これだけのいまだにメディアの方々が集まっていただいて実際に旧ジャニーズ事務所のゲンスマイルアップは表に出ていることをすごくきれいに表しておりますが実際やってないっていうことが真実なのでそれをできれば出していただきたいんですがおそらくそれは出ないんでしょうから一人一人のこう 意識をまずは持って、この問題を認識して、すでにわれわれはもうかなり弱っているので、何の発信力もないですが、できる限りこの問題は風化しないようにやってもらえたらなと思います。ああと一つあの 自分がこう1年間活動してきている中で、えー、子どもがですねあの人権問題についてこう勉強をして啓発をしている子がいるんですけども、まあ、そういった子がいるっていうことも現状でそういう子がですねあの問題意識を持たなくちゃいけない世の中になってしまったんだなという。 その子に接してかなり、またさらにこうやって自分も告発者として公に出ていますが大変情けなく思いました、えー、そんなところですかね、お願いします。最後に一つだけよろしいですかいいですすかもちろんです 対応成果、まあ、外の対応と、今、アメリカでも大きな問題になっていると思うんですけど、この対応の差は一体何なんだろうって、自問自答はしているので、日本も早く、まあ、アメリカはそのような形で対応してますけれども、なんか早くそのように日本もなっていってほしいなっていう思いはありますすみますすいせんありがとうございます。 い餅月さんお願いします,すいません、えーと、アークタイムズで東京新聞の望月です,、えーとですねあの、最近、テレビ東京が9月30日とそれから10月の2日ですかね、スマイルアップが相次いでその被害者の500人ぐらいの保証が終わったと、全体の申請の96%だと。 いうことをまあ伝えてかつ、えー、なんかフ,ファミリークラブあのクラブの、えー、と事業継承っていうんですか事業も移転したというような発表を続けてその後にテレビ東京の石川社長が、えー、全業解明が進みつつあると保証も進みつつあるので、えー、今後旧ジャニーズタイレントを使う。 使ってもいいというようなことを今,今のところは使ってなかったということですけどこれからまあ使うというような意図の発言をされましたでそれからこ今月の16日に NHK の定例会見を予定されてるんですけれどそこで再びあの「紅白」で9タレントを使うんじゃないかという指摘が今出ています。まあ、本当全容解明というのはあの 3人はおっしゃったように全く進んでないというか、503人分かったものの、どうなったかも明かされないまま、それをテレビ局のトップがですね、ほぼ肯定するかのような発言をしています。あのこのままテレビに、旧ジャニーズタレントが再びですね、まあ、今のところ、テレビ東京や NHK は使って、使わないということをやっていたんですが、どんどんこれが解禁が進んでいこうとしている、この状況について、お三方の意見をお願いいたします。 とそうですねあの、まあ、事実として、まあ、被害者であっても入所していなければ被害者として認定されないという事実がありますよね。だ僕自身も入所はしてないけども被害に遭った方を知っているのでだそういう方は被害の対象になっていないんですよね。 だこういう方のちゃんとヒアリングをちゃんとして入賞していないからといって被害者は被害者なんでそれを差し置いてやはりすべて終わったとそういう空気になるのは絶対に間違ってると思いますし改善していって くださいとしか言えないですよね私は、えー、と非常に残念なあの結果になってきているのかなって思っておりますやはりえっ、ー、と保証金を払ったからそれでいいのかじゃあその保証金を受け取った人でも受け取らなければよかったとか受け取ってさらに あとはその何て言うのかなその面談に行ったことで仕事にも行けなくなってしまってもっと症状が悪化してしまったとかってやっぱお金を払って補償を受けたからそれで終わりではなくてやはりその肝心なら再発防止策であったりとか、まあ、その誹謗中傷対策二次、まあ、的な被害というかそういったもの がと含めてまた、あ、全容解明ですよね、が含めてそういうものが初めて、えー、出来上がってから次に進める状態になるんではないかなというふうに思いますのでただ、保証率の問題だけで終わらせてしまうというのはまだ顕在化していない被害者の方々申請できずにいる被害者の方々 今の生活が脅かされるんではないかとか、いうことで、同じように誹謗中傷があって苦しい思いをするんではないかとか、いろんな理由があって、申請できずに相談が寄せられることもあります。なので、この約1000人という数が全てではないんですよね。なので、そんなにまだ1年っていう、 期間しか経っていませんがもっともっと深掘りして対策を立ててやっていかないと本当に先ほども言いましたけど同じことはまた二度繰り返される状況にはなってしまうと私は思いますのでそこはしっかりとうやむやにせずに正々堂々と真実を追求して マス,コミマスメディアの方もなかなかこう言いづらいことも質問とかもあるかもしれないですけどやっぱり踏み込んだ質問もやはりしていただきたいなっていうふうに私は思っておりますあの BBC のジミー・サベル氏の事件の時に、えー、国営放送ですけども、えー、と動きました。も そのような形で動いてもらえるようなふうになっていければなっていうのは思いとしてあります以上です、えー、まずその去年の10月2日の記者会見で東山氏はあの決まり次第都度 皆様にこう報告させていただきますと記者会見でお話をされていたと記憶しているんですがまあその中にもですね全容解明の一つ大きな説明責任がある白瀬さんも出てきていない状況の中でまあこうまあファミリークラブにしてもそうですけど内部の情報って特に あれは出てないなですよねその辺の説明もされてないと思うんですけども、まあ、あとマインドフルという社団法人とかもあったりしますがそういったことも表に出てきているだけで実際にこう中身がどういうことなのかというものが全く責任あ説明がないと、えー、感じておりますのでまずはそういう記者会見をスマイルアップがしてでの ご判断になるのではないかなというすごくそこは思います。以上です。あ、朝日新聞の島崎です。本日はありがとうございます。あのまあ今日はその成果外が認められてまあ一年を受けてということでのまあ会見ということで皆さん。 それぞれれぞに伺いたいたんですけれどもそのまあご自身あのそれぞれにとってもこの1年というのはまあ大変、まあ、人生に大きな影響を与えた1年だったと思いますあの改めてこの1年、まあ、ご自身にとって、まあ、被害をこうやって顔を出して、えっと、名前を出してこう発言されてから、まあ、もう1年以上経っている方もいらっしゃいますけれどもそういう意味でのまあこの1年を振り返って えっとどう思われるかっていうのを伺いたいのと、まあ、さっきこの問題っていうのは終わっていないっていうことを皆さん言われていたと思いますが、まあ、この成果外部が認められてからのこの1年っていうのをこの問題にとってのどういうまあ意味があるものと位置づけるか、まあ、この2点を伺えればと思います。 まず一つ目の質問の、えー、と1年間なんですど、どのように聞きたかということなんですが、えーとまあ、実名で、えー、顔出しをしてしたときにやっぱりこうものすごい数の誹謗中傷がひどくてですね、まあ、本当に苦しかったですし仕事も 行く数がどん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 減っていき家に閉じこもることも多くなりで主治医の先生に、えー、薬の処方を多く出してもらったりとかいろいろなことで本当一言で言うと本当なんとか生きてきたというのが正直なところです。 あの私が当事者の会を昨年の10月3日に脱退したときその後に志を共にする仲間を失いましたその時の衝撃はあまりにも。 大きく。一生忘れることのできない。ことの一つに。なっております。まあ。今も。なんとか。またこの。記者会見。の模様が流れた際には。いろいろな方から。の誹謗中傷も増える。ことも。 想定はしておりますがでも、味方になっていただける方もの声も多く聞くので、なんとか乗り切って、われわれとともに、志をともにしてこの世に、この世から行ってしまった方の思いも受け継ぎながら、 休み休みにはなりますが少しずつ解決に向けて進んでいければなというふうに思っております2つ目の質問の、えー、と性加害に関する位置づけなんですが日本ではまだその児童の子どもに対する性犯罪っていうものが すごい認可、まあ、大きい意味で理解されていない部分があると思いますので、まあ他の,、ね、あの当社の会の元メンバーの5人が立ち上げたワニツアクションというところで、大きくまたいろいろな活動を含めて、えっと、ご理解をいただけるような日本社会になっていければなというふうに考えております以上です。 そうですね、僕自身はその、やはり声を上げてからですね、その,うんその会社自体で,です、ね、なんでそんなことをすんねやと、そんなんほっとけばいいやないかっていう声がものすごくあ,あったんですね、で、上の方々に、そんなん過去のことでしょうと。 言われたのがこういう日本なんだなっていう <laughs>、うん、感想がすごいありましたねもう敵と味方がすごいはっきりわかるっていうかなので僕自身はもう負けたくなかったのでいやでもやりたいんですと言ったんですけども、まあ、結局その会社自体は辞めてしまったんですけども なんですかねその、やっぱり声を上げたものが損するという、こういう時代は、この世界、この日本は間違ってると思いますし、うん、だからこそ僕らはずっと声を上げ続けていかなければいけないなと思ってます。あと何でしたっけ <laughs> 経過改善についての位置づけ。う,んまあ、うーん、そうですね。まあまあマニスアクションとしましてはそのまあ僕らは本当に力が弱い5人なんですけども、うん、そうですね。やっぱり本当にダメなことはダメだと。 で僕、一回言われたことあるんですけども、その被害者集団じゃないかみたいな <laughs> 言われたことがあったんですけどもで、そういう人たちを覆していけるように、僕たちは頑張っていきたいと思ってます一年を振り返って、えーまあ、声を上げ始めて、ですねまもなく、日本木秋政と出会うわけなんですけども。 まあそこで旧ジャニーズえー事務所性加害問題当事者の会というものですね2人でえ発足しまして本当にえ長い戦いになるんだと思ってましたそしてあの集団訴訟ということも考えておりましたしま,あまずお金ではなかったというところは自分の中では1つ大きくありまして。 えーまあ、そんな中、ですねそれは国連人権理事会作業部会の方たちが来たりしていただいてその外圧っていうことでこう大きく変わって、まあ、本当に去年、ですねこ,のここで記者会見させていただいて、えー、旧ジャニー事務所が認めるということがすごく夢のように感じたといいますか自分の被害というものはもう墓場まで持っていくつもりだったので、えー、何かがこう 変わってくれるんだろううなというそれがすごく印象的だったんですけどもまあ先ほども話したようにタレントさんが横一線で噂程度でしか知らなかったといったまたそこにですね事実を蓋をして結局新しい会社に名前を変えて何も変わっていない状況でまあ正直経過していく中での状況を見てですね まあ本来であれば向こうがやるべきことを社会啓発まあそれをワニーズ・アクションとしてまあ同世代のですね声を上げた者たちだけでこうやっていくことがまあ自分たちの役割なんじゃないかなっていうのが振り返って思いますしうんまあなんかこうまとめてになっちゃうんですけど、う。ん 事実ですね、まあうん、これだけ歴史がある性加害問題が公になったのにもかかわらず特に深掘りもせず進んでいくというのがすごいように感じますねちょっと最後答えになったかわかんないですけど自分からは以上で。 ちょっとまあ検証番組とかね、あのー、いろいろ当時されてたと思うんですけどもやっぱりそこも深掘りされてなかった部分もあって私も告白させていただきましたけどもテレビ朝日のトイレで一里派のトイレの件も被害はあったことも何のその後検証もされずにその当時のスタッフがいないということを理由に。 私のところに電話がかかってきたのは一度だけでしたねたねまたま留守でいなかったんですけどもその後何の連絡もなしに検証番組が始まっていたというような形で深掘りもしてない状況だったのでこれからはもうちょっとちゃんとした形でもう一度網羅的に。 検証していただきたいなというふうに個人的には思っております、はい、個人会員の川北ですあの志賀さんにお聞きしたいんですがスマイルアップはなぜ記者会見をやらないのかというふうにおっしゃっているわけですねつまりやるということだと思うんですがその際にジュリーさんに出てきてほしいという 思いいはないですかというのは、あのジュリーさんあの、社長は辞めたけど、代表取締役にとどまってましたよね、えーで、なんか最近、代表取締役も辞めたというようなことが報じられているようですが、それでも、えー、会社のです、ね、100%株主、唯一の株主ですね、つまり会社を事実上、まあ、支配し今,今でも支配している人なわけですよね。でこうしやっぱり出てきてき やっぱり説明すすべきだと思われないですかで彼女はね確かなんかパニック障害だから、えー、あまり人前には出られないんだというふうに言ってたと思うんですがこれはどなたか確認されたんでしょうかつまり医者の診断書とかねそういったものを見たことがある人はいるんでしょうか、あのー、精神疾患のねある人に対しては慎重であるべきだと思うんですがあのー、だえー 誰かがです、ね、私が何とか障害だと言っただけでねそれで何かが全て免除されるというわけではないと思うんですよその辺はどうお考えですかそうです、ね、まず第一点の、えー、と点の当時の全、えーえー、責任者権力を握っていたものそれと,、えー、とジャニー氏、えー、メリー氏からの相続であったりとか権利を えー、委ねられた人としては、えー、と今、名前が変わったからって、責任がすべてないっていうのは、これはありえないことだと、私自身は思っているので、ちゃんとした説明はする必要があると思います。で、えー、とそのパニック障害という形で、えー、と手紙だけの、えー、と2回目の会見のときはありましたけども、私も精神疾患を抱えて、この場に来ております。 診断書ももちろんありますやっぱりその先生と相談しながらやはりこういった責任ある一度発信した以上は最後まで責任を持ってこの問題と向き合っていかなければいけないっていうところは疾患を抱えていようがそれはやっていかなきゃいけないことだと私は思っていますのでそれは理由には ならないと、出てこない理由にはならないと。私は思っております。で、診断書は。見てないです。ジュリー氏のやつは。 時事通信社の大月です。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。えっとメディアに対する思いについて、あの重なる部分もあるかと思うんですが、教えていただきたいなと思っています。えっと、今回の青瓦台問題は外国メディア発で実態がどんどん明るく目になっていったかと思います。あの国連のビジネスと人権の作業部会の方にもお話を私も伺ったんですけれども、日本の社会ではまあ、女性が一般職だとか。逆にあの。性 被害を受けやすいのは男性性じゃなくて女性だとかそういう固定観念,観念がすごく強くてでメディア自体もその社会通念みたいなのにどっぷりと使っていたんじゃないかなと思っていて、まあ、おかしいことにあのおかしいと気づけないというかその感覚が鈍くなっている部分があるのかなと思いましたであの皆さんおそらく外国メディアにも接しられてきたかなと思うんですけどもなんかそうしたあの違いが どう感じていたかとかこれからどういったことを期待しているとかっていうのがあればお話しいただける方にお伺いしたいと思います期待していることは事,事実真実をしっかりとした形で s m i l e −、えっと、スマイルアップ側の、えっと、今の状態だったりとか被害者側の こととだったりとかしっかり、えー、と事実をしっかり届けていただきたいっていうふうに考えております本当に短い時間のしゃ、まあ、番組でねあの尺とかではいろいろ報道の時間の問題もあるとは思うんですけどもやはりそこはしっかりとあの時間を取っていただいてあの伝えていっていただきたいなっていうふうに 考えておりますで性加害に関してあの男だから女だからっていうことは私はないと思っていて今回、まあ、ジャニーズ事務所の場合は児童に対する男性の性加害というこれはあくまでも氷山の一角として捉えております日本社会にはもっと多くの問題がはびこっていると思いますので。 で、やっぱりここはスマイルアップが、それだけの。え、旧ジャニーズで、えー、が、あの。牽引して。引っ張って。モデルケースになっていただき、いって。それが、あの、広がっていけることを、私は。望んでおります。はい。答えになってなかったから、ね。かいいじゃない。 えっとそうですねメディアの方には本当にあのまあこの問題をですねまあ蓋をしてそのまま進んでいくのではなくこれはあの東山氏が言った発言なのでえそのまま真実を流していただきたいんですけどもまあご遺族の方がこちら手紙で話されているようにですね BBC では遺族の方と連絡を取らせていただいてっていうお話がこうあるんですけども実際、ご遺族の方からは 連絡も取ってなければ合っていないということもこう綴られているので、そういったまあ嘘の部分といいますか、そこをしっかり報道していただきたいですね。まああの上げたら本当にキリがないんですけども、まず一つ一つそういったことを真実を、えー、発信していただけたらと思います。 またの日本のこの日本の中だと本当に何も変わらないと思うんですごくそれは期待しております誹謗中傷は決してその人の正義ではございません犯罪ですまた、えー、私の方もいろいろ県警と連携を取りながらまた新たな対象者の方が 絞り出されている途中であります。他の被害者の方も、えー、そういったところで、えー、かなりのところで自白も得たりとかして、えー、次から次と、えー、今一歩ずつですけど着実に進んできて誹謗中傷対策については我々の方では進めております。ただその負担も大きいのでですね、その辺はスマイルアップ先頭切ってやっていっていただきたいなって思っております。ご<め>ん <laughs> よろしいですか。はい。大丈夫です。はい。はい、どうぞその後あのそちらの男性の方質問していただいて今回の会見は終わりにしたいと思います。時間が超過しております。よろしくお願いいたします。CBS テレビ社会部の赤岩です。お三方今日はありがとうございます。あちょっとすごくあの三人になんでここに立って会見すべきはなんか被害者の本来であれば。 被害者の方々ではないので、ちょっとすごく質問をするのをすごく躊躇していたんですけれども、1年前、皆さん、ここで会見したときは、すごく希望を持っていて、およそ1年前にジャニーズ事務所が性加害を認めて謝罪をして、その時の皆さんのことをすごく思い返していたので、まあ、先ほどの朝日新聞さんの質問にも重なるんですけれども、 ととと表現ししたたらいいいんだろうということを個人的にも思ってましたすごくやっぱり今蓋をされている状況でこの間あの私自身もあの何度も会見はしないんですかインタビュー受けてくださいと打診してきましたつい今週もしましたで帰ってきた答えは、まあ、会見の予定はございません弊社としては月に2度ホームページで発信していくと。 というだなのでまあそうこういう状況をどうしたらいいんだろうというのも個人的に思っているんですけれどもまあすいませんここまではちょっと召喚になってしまうんですがでその中でちょっと気になったのが先ほど志賀さん海外の訴訟についてもということをおっしゃっていてあの、まあ、すごくずっとそこも模索していらっしゃったと思うんですけれども。 その可能性について今ちょっとお伺いできればと思っております。お願いします。そうですね。あの海外の訴訟についてなんですが、まあこの問題の重要性えっと先ほどもちょっと言ったんですけども、まあ日本の人権意識を世界基準まで上げ達成できること、弱き者が、えー、救われる社会であるための一つの えー、検討材料として、海外訴訟を視野に、視野というかな、あのー、もう検討していくことは変わりないというところです。はい、ではどうぞ。読売新聞の鶴田です。 先ほどの,あのビデオメッセージですとかお手紙の中であの服部さんご夫妻が例えば向こうから何も連絡がないですとかあのご遺族の方々ですねえっと会ったこともなく謝罪を受けたこともないという何ていうんことをおっしゃっていらっしゃるまああの若干驚きを持って受け止めたんですけれども。 お三方にお伺いしたいのはこの1年でですねジャニーズ事務所旧ジャニーズ事務所が、えー、と被害を認めて以降お三方に向こうからですね具体的にどういうあの接触がありメールですとか連電話ですとか面会ですとかどういう、えー、と接触があって、えー、と例えば誰かと,、えーとまあ、ジュリーさんと会われていないということは東山社長とが会われたりですとか、えー、電話で連絡を取ったりとかそういった そういったことがあったのかどうか、えーとまあ、幹部の方とお話しされたのか、えーと、それは何回ぐらいあったとか、内容がどうだとか、そのジャニーズ事務所側の接触はどのような形であって、どういうふうなことをされたのかということを回数などとともに教えていただけますでしょうか。 10月, 10, 月10月3日、2日の後の,後の10月3日の会見の時に、当事者の会、まあえー、と服部良杉さんも含めてなんですけれども、えーと、あと、ジュリー氏、東山氏、あとは、うん、西村朝日の弁護団の方と、われわれ当事者の会のメンバーと、えー、と一度お会いした、それだけです。 それ以降は何もないです、私の場合はそうですね、すね僕の場合もないですね、その救済委員会の方から、えー、とメールで連絡があったりとか、そういうのしか向こうからっていうのはい基本的にはあの、まあ、個人的にはあの保証も、金銭線的な保証は済んでるんですけども、うん、まあそういったことでちょっと守秘義務的なもので話せないことがあるんですけども、まあ、あの向こうと。 こうお話しするといったまあそういった誠実な対応というのは取られてはないですね。はい。あの確認なんですけど、まあ保証の手続きはえっとあるとして、それ以外のその向こうからえっとその保証以外のことについてはえっともう特に連絡はなな,ないということですかね。そうですね。あの僕の場合はその保証を受けた後にえっと東山さんと お会いででできなかったのででではあのメールをしますと日にちを決めるメールを送りますっていうのがあったんですけどもそのメールもその後来てないです、ね、私の場合はまあ保証とかっていうこと、まあ、よりもまあ日本社会だったりとかこの問題の重要性っていうところなので保証は受けてませんまだ。はい、でその10月3日の月日 みんなで会ったときの以降はさっきし、さっきも言いましたけれども、一度も会ってませんし、一度も連絡は来てませんつまりあの今日会見で話された、訴えられたようなことっていうのは、えー、と東山社長ですとか、旧ジ,ジャミスマイルアップ側とかには直接伝えられては、えー、とそのいないということなんでしょうか。わ、うん、かりましたそうです はい、えー、それでは、えー、長い時間あのお三人の方いろいろつらいところもあったと思うんですけれども、会見をおおじいただきありがとうございました。それではあの今日の会見を終わりにします。あり,まありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。